どうもこんにちは、こんばんは、青いゲームです。ということで今回もですね、ドラゴンクエスト7実況プレイ続きやっていきたいなと思います。ということで前回の動画からですね、あれ終わってから、修行に励みながら現在ですね、4時間半ぐらいか4時間半の修行を現在しておりましたんで、まあ熟練度を稼いでたってやつですね。でですね、まあちょっと問題があって、範囲魔法が欲しかったんですよ。範囲特技とか、あれ4人ぐらいいたでしょ、あの山賊。だったんだけど、今回ね、6、あれ 3DS 版だからかな、6の時って。細かく何を覚えるとかこう教えてくれてたでしょ。なんだけどね、今回これ教えてくれないんですよ。例えば盗賊だったら何かなとか、なんかこう特徴しか教えてくれないんですよ。これわかるじゃないですか。なんとなく。何を覚えて、教えてくれるのか、覚えるのかって教えてくれないんで、ちょっと困ってたんですけど、そしたらね、思い出したんですよ。最初の頃にね、説明書チラチラって見た時に、なんかね、特技のやつとか書いてるのが説明書にあったんですよ。でね、僕ね、説明書も結構ネタバレあったりするから、僕見なかったりするんですよ。なんですけど、まあそこで、ね、余計なとこ見ずに、その職業のとこだけちょっと見に行ったらですね、だからまずは、魔法使いで一番最初にね、イオラっていう、全範囲のやつか、デッキ全体のやつがあるんで、まあ、それを覚えようってことと、あと、ベホイミか。もう覚えたかったんで、まずはですね、だから、マリベルが今現在で、賢者1なんですけども、魔法使いと僧侶を、ですね、マックスまで上げました。で、やっぱ賢者2が出てきたんで、賢者になってますね。で、魔法使いと僧侶、だから、ベホイミを覚えさせたかったんで、まあ、ベホイミを覚えて、魔法のイオラ、まあ、覚えましたね。だから、これでまあ、ちょっとマリベルちゃんはこれでいいかなと。でね、ガボの問題なんだけど、ガボと勇者なんだけど、あのね、なんだっけな、全体攻撃ってあるんだけど、そこに一番下に説明書に書いてあるのが、覚えられるときはこの他にもたくさんあります。あなた自身で探してくださいって、これ全部載ってないんですよ。で、教えてもくれないし。まあね、ちょっとね、こう、まあ、初見実況ということで、まあ、そこら辺も楽しみに、まあ、しながらね、やっていきたい。見て、これ3ページあるんだぜ、これ。何があるの、この職業。これ、多くね、2倍くらい増えてない ?6 から。まあまあいいっすよ。でですね、まあね、ここの見る限り、敵全体の、のやつって言うと、爆裂剣がバトルマスター。あとですね、火の息っていうのが、格闘家と魔法使いをなったら覚えれるみたいなんですね。で、あとなんか、ゴッドハンドっていうのが、6になかったでしょ?これなくて。で、岩石落としっていうのが覚えるんだけど、これはちょっとゴッドハンドらしいんで、まあこれはまあ覚えるしかないですね。で、覚えれそうなのが、これ、剣の舞っていうのが、戦士と踊り子あげたら覚えるです。剣の舞はね、ドラクエ11で、使ってたことあるんで、ダメージ検証多分したと思う。動画出したと思うんだけど。で、これ覚えてるね。ね、覚えられるのじゃあ何かって言ったら、この怒涛の羊っていうのが、羊飼いだけを、で、覚えれるんですよ。覚えられるんで、羊飼いだけちょっとやってみました。マックスまで上げてみました。でもほら、ガボって狼でしょ、確か。あれでしょ?なんか遊牧民さんがこう羊バーってやってるの、なんか後ろから吠えて集めてるのって、狼でしょ、あれ。ってことで、ガボさんに。で、まだ使ってません。だから強いのかどうかわかんないですよ。この範囲攻撃が。で、ベホイも欲しかったんで、まあ僧侶を覚えさせたっていう感じで。で、まあ戦士と武道家上げていって、まあバトルマスターにしようかどうしようかなって。他の笑わせ師とか盗賊とかがちょっとわからないから。で、まあこっちはね、もうバトルマスターにもなりましたと。戦士武道家だけで。まあ武道家になったんで、ハッサンが外しまくってた何ですか聖剣好きも覚えたんで、まあまあ、ということで、まあこんな感じで、ちょっとね、4時間半の修行の成果をですね、ちょっと今から見せに行こうかなと、ちょっと寝るか一回、ちょっと MP がないのか、今なんだっけ職業。バトルマスター、戦士、賢者ね、OK ね、戦士ね、よし、OK。さあ、これで勝てなかったら問題で、今回ちょっとびっくりしたのがもう一個あって、4時間半とかやったんだけど、まあ、装備整えたけど、お金がね、1万ちょっとしか、つまらなかった。でね、結構上がりづらかったね。やっぱ6って、いや6が簡単じゃなくて、6の 3DS 版だから、あれ簡単だったのかで、結構さ、職業、結構ポンポン上げれたじゃないですか。で、今回これね、結構上がりづらいっていうか、敵も強かった。ダーマのところでやってたんですよ。まあ、ダーマのところで、なんだっけ、過去のダーマのところで、ね、多分本当はね、熟練度稼ぎね、いいとこ多分絶対あると思うんですよ、調べたら。ただね、もう初見実況なんでね。そこ調べちゃうとね、もう初見実況というのがあっちゃうんでね。さあ、行きましょう。
さあ来た、もうね4時間前の俺じゃないんだよ。来いよドサンリュー、格の違い見せつけてやる。よっしゃ行こう。でイオラを使って、あの羊のやつと範囲でしょ。でまあ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 、で主人公アオさんはまあちょっと制限好きかなんかか。さあこれで勝てなかったらどうする。負けられない戦いがあるんです、ということで。よし行こう、よしよしよし。まあいける、まあ全いやどうだわかんない、結構強かったからな。強いっていうか一方的にやられるだけだったからね。だったら確実にここで野垂れ死んでたぞ。分かったわ。はい、行くぞ。任せろ。ボコボコにしてやる。ちょ、ボコボコにされるのかされないのか。さあ、来た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 。さあ、どこからやるからね。どこか、やっとキアリ覚えたわ。やっとキア、さあ、誰から倒していいのか分からないんだけど。まずは普通にですね、特技行きましょう。こちら聖剣好きね。これまあ使ってないんでどんだけダメージ出るのか。あと、かまいたちもあんのか。かまいたちも6強かったよね。さあ、ハッサンが外しまくった聖剣好きの力見せてもらおうか。行くぞ。で、あと特技なんだったっけ。徒党の羊、これ。これこれ。これまだ使ってないんで、まあ、どんだけダメージが出るのか行きましょう。まあ、これだけか。で、これしかないもんね。んで、範囲攻撃のダメージでまだね、使ってないんですよ。で、ベギラマヒャダルコ。まあ、これね、まあ、ちょっと敵グループなんで、まあ、イオラだね。さあ、4時間半かけて、鍛え抜かれた彼らたちの実力見せてもらおうか。行こう。まず来んのか。14、19、22。結構来るな。さあ、イオラ、どんだけダメージ出る？お、強い！お、めちゃめちゃ強いじゃん。あ、強い。ぬすっと切り。やばい、回復じゃん。まあ、ベホマラ、あ、ベホマラじゃん。ベホイミはもう全員覚えてるんで。お、52だ。あ、強い。待って、それ言うのやめて。もう今回勝たせて、さすがに3回はダメだと思う。あ、群れが来ないってどういうこと？来ねえ。お、ガーボーよ。え、なんなの今の。群れが来ないって出たんだけど。どういうこと？またちょっと待って。ダメージで、また、回復で、ベホイミちょっと、マリベルちゃん行っとこうか。え？何これ？全然、怒涛の羊、羊の群れに総攻撃。そういえばあれだったね。なんかこの、呼び出す系って不発だった。え、これ全然ダメじゃん。全然ダメじゃん。で、呪文でダメージソースイオラだね。お願い、やめて！マリベル殺さないで。やめて。よーし、ナイスだ。行こう！ゴー！オッケー！強い！50、60、60ぐらいダメージ入るのでかいね。マホトラオドリ、あ、MP 吸い取んのか。力を貯めてる。やめて、力貯めないで。ヌスト切り、やめて。ベホミ、お、来た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 。63、20、ん？27。なんだ今の。ちょっとランダム性強くね。ランダム性強いだろあれ。ランダム性強くないか。でもは、いや、まあバトルマスターにどうせさせるからいっか。もうバトルマスター多分他なんだっけ、剣の前じゃなくてなんかバンバン切るやつあるじゃん、なんだっけな、名前忘れちゃったけど、あれあると思うから6にあったでしょ。だからあれしかないね。で特技、まあ回し蹴り意味ないんだよね。かまいたち行ってみようか。かまいたち強かったよね。これなんか期待 してたけど全体攻撃さ、そりゃそうか、そらね、最初の職業職で覚えられるやつがそんな強くはないか。で、ダメージでイオラ。イオラ強くね？イオラめちゃめちゃ強くね？やめろ。17。イオラ、めちゃくちゃ強いじゃん。ほら！あ、終わっちった！あ！かまいたち。オッケー。おお、強い！よっしゃ、強い！かまいたちの方が強くね？強くね？あ、でもあれなんだな。聖剣好きは物理だからバイキルト。いや、バイキルトは乗らないのか。乗らないか。爆裂剣もあれだよね。一発目だけしか6って、なんだっけ、バイクレート入らなかったんだっけ。まあ試してもいいか。バイクレートまだ覚えてないけど。さあ、ということで、イエーイ！イエー、勝った！ 4 時間半の修行の成果で勝った！やったー！現在、夜の2時半。勝てた！嬉しい！てめらって勝って勝ちように、顔向きできねえが、今回ばかりちょっと、相手が悪すぎてか。消えろ、雑魚ども消えろ、雑魚ども兄貴、おい、なんだ、頭っつってんな。もしかしてあれか、もしかしてあれか、なんか、なんだっけ、
あっち、あ、やっぱそうだ、俺絶対西のとこ絶対なんかあると思ったんだよ。これここは絶対親分とかいいんだろ。ここあー、ちょっと一回帰るか。いや帰んなくてもいいか。これなんか絶対ありそうだな。親分ってことは総本山を戦うにはならんってこと。うわー、結構、どうしたもんか。大事な合言葉をうっかり忘れちまったぞ。そんなわけで俺が合言葉を思い出すまで誰一人アジトに入れるわけにはいかん。お前たちには悪いが、面白く外でブラブラしておいてくれ。なんだっけ、交代の時間になるまで頑張って合言葉を。外のグーグーグー。選手は、え、兵士は立ったまま寝てる。これはもうなんとなく分かってんす僕。な、あ、ない、あれない、こっち出ちゃう？あ、出ちゃう！あれ？絶対隠し階段じゃねえけど。必殺！三角ボタン連打！あれ？絶対か、ああ、いけない。ん？まさかの。あれ？あれ、どっからがいける？いいな？いけないのか？グーグー。これが、外で、あ、わかった。寝てくるパティンか。大事な、なんだよ、合言葉って。思い出すまで誰一人アジト、さっきのやつどこ行ったんじゃ。お前たち悪いが、申し訳なく外でブラブラしといてくれ。交代の時間ってことは一旦寝ろって、日にちまたげってことかな。ちょっと一旦戻って、ちょっと寝てからもう一回来るか。それだと、ああ、なんかいる。あれ、こいつさっきに、ゲゲ、お前たちはあん時のやつらだな。こいつは相手が悪い。あ、どこ行っちゃった、どこ行った、どこだ、まただ。また行った。な、なんなんこれ。あ、あ、なんかちょっと変わってる。よう、相棒、ダーマ、どっちの方向だい？おととい来やがれ。どっちの方角だいって言われたら、おととい来やがれなのか。全然違うよね。全然違うじゃねえかよ。よし、入っていいぞ。お疲れさん。ダーマ、あ、どっちの方角台で、これで、おい、ちょっと待てよ、こんなやつら仲間にいたっけか。何、よそ者かどうか、この合言葉を聞けば立ちどころに分かるさ。さあ、答えろ。ダーマのは、どっちの方角台？どこ、どれだっけ、北に決まってる。そんなもん知るか、おととい。これ、おととい、行きやがれ。あ、来やがれじゃないんだ。行きやがれなのか。行きやがれなのか。はい、行きます。通ってほしい。ちょろい。ちょろい。こいつらちょろい。さあ、こいつさっきのやつか。どうも思い出せない。お前たちの顔に見覚えがあるような、ないような。認めたくはないが、いよいよ俺様をエテポンゲみたいにバカにな、あ、バカなのかこいつら。バカか、あっと 100% ありそうな気がする、この中に。あ、開かない、いや、開かね、また来るの、これ絶対石板入ってそうじゃない。入ってるよね、絶対入ってるよね、これで、ね、絶対。お菓子が変わったよ。あの、ん、お菓子の石板を手に入れちまったからな。だってあれら急に魔王がどうのかって言い始めた。石板持ってるんだって、お頭。あ、なんだこいつ。ん、明日は何人地面に埋めてやろうかな。最近金を奪うことよりも、ん、人を浮き埋めにすることに俺も夢中なんだよ。サイコパス、サイコパス。布の服を手に入れた。特に何も見つからなかった、何も見つからなかった。さあ、これ回んないね。これ絶対この中入ってんじゃん、あの石板。いや、わかんない、絶対ではないけど。お前さっきのあれか、アンレイ新入り班でっか、うちの食事当番やっとりまん。やっとります。エテボンゲ言いますのね。マジで腐った死体がご飯作ってんのかよ。お腹が空かして帰ってくるのみんなのために俺より頑張ってますんだって。さあ、なんかいる。こいつらもそうだったな。これ以上派手にやるかすと、ダーマの支援隊に目をつかれるってのによ。頭はもっと強いやつがアジトに殴りって込んでくるまで暴れろっつんだな。何のこと言ってんだ。あんなヨボヨボの選手の話を真に受ける、真に受けるなんて、頭もいよいよ焼きが回ったな。石前一つ渡されたぐらいですっかり前が上がっちまってよ。ん、魔王だの、世界の危機だの、俺たちみたいなケチな山賊が口にすることじゃねえぜ。何の話やこれ。なんだ、石板、石板持ってることは間違いないのか。わー、なんかそれっぽくね。あー、なんか怪しい黒幕的な。人が何面注意してもあの野郎同じ間違いを何度でも繰り返しやがる。エテボンゲのバカさ加減には、あ、俺はもううんざりだぜ。きっとエテボンゲのボンゲの脳みそは腐ってるに違う。腐っとるわあれ。腐ってるわ、体も全部腐ってるわ。あ、なんか掃除機がある。馬の糞を手に入れた。あ、なんか掃除機がある。
あ、掃除機じゃないな。あ、山賊の鍵を手に入れた。なんだ山賊の鍵って。また新しい、なんか新しいのが手に入れたよ。これなんだこれ。てめえら山賊のお菓子を探しているのか。はい。ちっこいせいでかなり貫禄不足かもしれないが、ここの頭は俺だ。お前か。山賊を頼りに来たんだろ。だったら俺様を倒してみやがれ。あ、戦闘始まった。わあ、ヒーローズシリーズや。待って、ちょっと待って、僕知ってるんすよ。もう分かってるんすよ。こういうやつほど強いんすよ。こういうやつほど強いんすよ。真空ギランドか、疾風切り、魔人切り、回し切り、聖剣好き、何しよう、うん、かまいたちでいいかな。で、覚えてると思うから、なんだっけな、なんだその他何がある。ニフラム、スクルト入れとこうか。いけ、入れとこ、入れとこ。スクルト、スクルト、あれあれ、僧侶で覚えたはずなのに、あれマリベル覚えてない。あれなんでだ、これなんだろうね。ガボ、ガボは覚えてんだよね。多分これ僧侶で覚えたんだよね。でスクルトでしょ。だから僧侶だって8まで上げないと賢者なれないじゃん。これなんで賢者に なってるから使えないってことなのかな。これなんでやろうか。いやだからそのスクルト2回使えた。まあまあいいか、まあいいや、普通に呼吸しよう。まあまあ言っても仕方ない、使えないもん使えないんだから。まあいいや。まあ ねザオラルも覚えてるから、まあまあいいよ。ベホマも覚えてるからね、だいぶ楽になる。さあ行きましょう。これが4時間半かけて覚えたメラミア。さあ誰だけダメージ出る、つえー、ヨーラが、いやー一緒に来た。いやほら強いっしょ、ほらかまいたち48スクルト、違う、魔法使ってくるパティーンかこれ。待って、でどうしよう。一旦だからまあベホマラはねまだ覚えてないんだよね。かまいたち強いね、かまいたち強いんで、その他回復すっか、回復ベホイミで、ちょっとマリブリちゃん回復しとこう。ねこっちはメラミナンバーワンダメージソースだね。メラミめちゃめちゃ強いじゃん。攻撃16、かまいたちバトルマスター多分なんだっけ何を、なんか覚えるよね、範囲のね、強いやつね。さあ、メホイミです。ね、戦う特技でダメージ、かまいたちで、ちょっと呪文で、いや、もっと MP ねえな。で、ダメージがバギマ覚えてんのか。で、特技で、まあ、普通に、これなんだろう、全然強くねえんだけど。全体攻撃、いや、まあ、羊飼いの全体攻撃なんて、そんなもんか。で、呪文で、ちょっと回復で、メホイミだけちょっとね、ガボちゃんに入れときましょうか。23、やめて、危ね。ベホミナイス。さかまいたち45、あ今回いけたじゃん。これ何なんだろうね、ダメージ与えられない。与えれ、ハッサンの聖剣好きかよ。全然当たんねえじゃねえかよこれ。かまいたち、まあ、呪文で、じゃあ特技他の、何しよっかな。じゃあダメージだからぶつかれ、遠吠え、総攻撃。もう全然じゃねえか。もういや、もうメラミだね。もうメラミだね。メラミ、メラミだけしとこう。メラミで。もうキャー、マリベルさん素敵。78、かまいたち。もう回復、ワオン。もう全然じゃねえか。こうガボちゃん。もうちょっとマジで。ガボちゃん何やってんのさっきから。で戦う攻撃。かまいたちでどうしよっから、もう仕方ないね。あれだったな、ガボ次今戦士なんだけど、か武道家に先にしたらよかったな。聖剣好きがなんか覚えてるとまたちょっと違うと思うんだよね。装備ちょっと変えよう。ブーメランから装備を斧に変えて攻撃。結局攻撃かよ、攻撃かい。メラミな、まあ仕方ない仕方ない。おおお、そんな強くなかった。いや違う、メラミがベラボーに強かっただけか。731ポイント経験獲得した。よっしゃ、レベルも上がった。誰が上がったんだい、誰が上がったんだい。ちょっとガボちゃんをちょっと武道家に変えよう。武道家に変えて、武道家だとなんか回し蹴りもあるんだよね確かね。さあレベルがあった、637ゴールド。ま、待ってくれ、お前らの強さよく分かった。とにかく話を聞いてくれ、話ぐらい聞いてやろう。まずお前に、おお、石板くれるって。さあ、基盤打石板ゲットでございます。基盤打石板。石板を託すに値する戦士に出会うのを、俺は心待ちにしていたんだ。この石板、今みたいに強いものからより強いものの手へ渡されていった。ああ、これが？
いつ誰がそんなことを始めたのかわからねえけど、俺はこう考えてる。魔王はまだ完全には滅んじゃいないんだ。そこで誰かがこの石鹸を世界に忍び寄る危機を知らしめようとしているってな。立ちの悪い、うん、妄想か妄想にしか聞こえないだろうが、心に留めといてくれよ。石板は好きにしていいぜ。他の強いやつに渡すのも何かに役立て、まあまあ役立てるよ。こう終わり？これで細々と山賊続けてくんかい。続けるんかい。これ一個だけかな。これ一緒？あ、これ一緒だ。多分さっきの盗賊の鍵じゃなくてなんかあったじゃん。あの鍵でそこ開けられないかな。あの漬物を手に入れたらどうって、するとかけらの求めて剣士は君たちだったのか。じゃあもうや、うん、目立つために、あ、旅人馬車を襲う必要がなくなった。あ、こいつらもしかしてちょっと言われてたから仕方なくやってたってこと。石板線渡し前は元の用心深い頭に戻ってくれるだろう。ほとぼりが冷めるまでしばらくはあちつで鳴りを潜めるとしよう。だってこれでもあれだよね、ダーマの方には行けないのかな。ひどいのね、うちが作った料理みんなしてまずいって文句言いますの。うちも苦労を知らずにみんな好き勝手言いたい放題。うちも怒ったで。女かな。鍋の中に卵入って、いや、やめて、汚な、汚ねえな、あいつ。強い戦士に呼び寄せるために略奪をするってのが危なっかしいんだよ。悪さもほどほどにしないと俺たちが本気で退治しようっていう連中が出てきて、ああ、なるほどね。危ない危ない。で、これはいいのか。強い戦士が見つかったらしばらく略奪をする必要がなくなったそうだ。畜生、明日何人行けみたいな、ほら、こういう、ちょっとパス的な、サイコパス的な、ちょっと、開く？あ、開いた！これ入ってるでしょ、多分。鍵がかかってる。盗賊の鍵、なんでも、そこはて、扉を鍵で開けて、中も鍵で、何が入ってんの？なんか入ってきた。あ、一瞬ちょっとびっくりした。あの、今のちっちゃいフォルムあったじゃん。俺一瞬、ハヤブサの剣かと思って。いやー、なんだよ、ハヤブサの剣かと思ったのに。おおって声が出そうになったんだけど、そっか、まだな、レベル20ぐらいじゃ出てこないか。さあ、何ですか？盾か！盾だって。あ、待った。小さなメダル見つけた。ちゃ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 ん。これで終わりなのかな？一応、ん？何個だ？2個手に入れたのか。2個手に入れたから、一旦これってもういいのかな？さじとってね、人の出入りが激しくてさって顔を覚えられないように仲間が入れ替わっちゃうんだ。で、お前は誰だっけ？バカなんだな。これで OK から終わりかな？これで終わり？外から帰った後、ちゃんと頭の活動内容を報告するんだぞ。だって、はーい。これ終わりか。もう何もないよね。わかる、ワンチャンここになんか。ここ、いたところに。穴のところにとかないよね。ほんと、ここ何にもない。ここに一個あったんだよね。でもね。過去のところはここにあったから。ないよねー。ないよねー。なんかありそうなんだよなー。これは違うか。いやー、もうここ覚えとこう。もし万が一ちょっと積んだ場合はここ覚えとこう。なんか臭いんだよな、このなんか。建物ここだったじゃん。あの宝箱があったとこ。臭いんだよ。さあ行こう。でもって、なんだっけ？で、このまま戻ればいいのかな？もっと高い場所に、あ、これさ、言ってたね。英雄ってなんだ、英雄って。それはいいんだけど、ここで終わって何もないのか。ちょっと石板ってはめに行く？石板はめに行こうか、じゃあ。ちょ、待った。なんだっけな。ごめん。なんだっけ、魔法の絨毯がなんかって言ってなかった？俺写真撮ったよね。スマホでカシャッとか撮ってなかったっけ？あった。ここから東の孤島にメザレという村がある。東だってマップ見てみよう。ちょっと待った。あの右の下のちっちゃいやつかな。ちょっと行ってみようか。これちょっと敵が出んだよね。いやー、よかった、4時間半頑張ったよ。だからレベルが低かったんじゃないのよ。レベルじゃないんだよ。やっぱこうシックスと一緒でさ、やっぱこう特技とか魔法がないとやっぱ辛いわね。やっぱ強い特技がないとやっぱ通常攻撃だけじゃ倒せないじゃん。やっぱり。まあレベルもめちゃめちゃ上げてもよかった。東の方って言ったからこっちで間違いないのかな。魔法の絨毯だって。このちっちゃいとこかな。
あ、待った、あと移民の街どれぐらいなったかね。少しなんか街っぽくなったかね。ルーラで飛べるんだっけ。ちょっと出んだよね。これちょっとだけ敵出んだよね。これうざくね。なんでここだけ出んだろうね。これさ、俺思ったんだけど、これさ、全部さ、あの島が復活したらさ、敵が出るとかないよね。こっちの世界さ、ないか、さすがにないか。あ、どれぐらい増えると思う、これ右の方に増えていくのか、ちょっと増えていくのか。こっちでも最後まで魔物は出ないのかね。東って言ってたから多分ここかな。これ来たことあるっけ。あー、なんかちょっと祠もある。祠もここ来たことないよね。さあ聞いてみよう。さあ来た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 、神の兵の末裔の村です。なんかちょっと来たぞ。遠い昔英雄と共に、ま、さっきのとこも英雄ってキーワード出たもんね。英雄と共に魔王と戦った勇敢な兵士たちのことです。さあ魔法の獣ちゃん、ニコラご先祖様って、ニコラのご先祖様ってのはすごいお方だったらしいよ。何でも彼のご先祖様は伝説の英雄、英雄と魔王と戦った騎士様、勇者じゃないんだ、英雄なんだ。さあこれは何でしょうか。よろずやですよと7000ぐらいか。うわー、ちょっとどう、鉄仮面、魔法、鉄のこれアサシンダガー。おっと、かっこいいな。アサシンダガー見てないね、まだね。亀の甲羅、魔法の盾、これなんだろうな。魔法ダメージ減らしてくれそうじゃない。ちょ、魔法絶対減らしてくれるよね。ホワイトシールド、いやこっちだろ。ちょっと行こう、買います。マリベルちゃん、あ、オッケー。まあ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 、魔法の盾は間違いないです。これもう、これはもう人数分買ってもいいと思うんで僕。でもあれだね、ちょっとだ出てくんなかったね、この魔法の盾。呪文によるダメージを回復できる。これほら6だと出るじゃん、なんか特殊効果みたいなの。買わないと分かんない。買わねえと分かんねえのか。これ呪文によるダメージを軽くできる。これもう一個必要だ。さあでもって、あ、ここで結構空飛ぶ神殿でお空を旅したんだよ。空飛ぶし、ちょ待った、ちょ待った、ちょ待った。でも空飛ぶ神殿は神の石の力が弱まって地上に落ちちゃったね。これドラ、え、まさか天空の城のこととか出ないよね、これ。え、天空シリーズ終わったんだよね。村に作るのこの時、生き残ったご先祖様だっておじいちゃんが言ってた。あー、なるほど。ほい。ニコラの家の遺産に空を飛ぶ魔法の絨毯ってのがあるんだけれども、どういうわけか、ニコラはいつも村に来た冒険者に絨毯をタダであげちゃう。また、待ってくれ。え、まさか遅かったのか。どこだ、どこだ、どこだ。お前誰だ。ニコラさんも訪ねてこられたのですか。はい、小森さん、あいにくニコラ外出中です。お酒を買ってくると言ったので、多分酒場にお出かけ。酒場にいるって。秘宝の行方という本を手に取って読んだ。海底の沈んだ都市とともに多くの秘宝が海に沈んでいった。だが人魚の月は違った。なんだ人魚の月って。都市が沈む間際に人魚の月だけが地上へ運び出されたのだ。世の探検家が求めてやまない秘宝、人魚の月は今もどこかで輝い、覚えておきましょう。人魚だから下の世界がまたあるんじゃないか、海の中の世界ね。まあ、ドラクエといえばほら人魚入ってくるじゃないですか、ちょこちょこ。まあ、前回もあったけど、その月の雫って あったらその竜宮城に入れる。いや月だから、いやどうだろうな、わかんないけど、まあなんかあんじゃない多分。まあ月の雫っていうのがあるみたいだから、魔法の絨毯と、でここで魔法の絨毯取ってもなんか今んとこ行けないとことかないんだけど。全然ないんだけど。今までで普通はさ、行けないところがいっぱいあって魔法の絨毯では、やっはーって感じだったじゃん。あ、じゃあ大失敗。あ、違うのか。魔法の絨毯があったあれなのか。過去の世界もいろんなとこ行けるってことなのかな。あ、じゃあ大失敗。エレナってば点で場違いな村に来ちゃったみたい。もっといろんな人が行きが華やかな街で踊りたい。あー、これはまさかシムジジーさ。ちょっとこれ一旦終わったらあれだね。シムジジーのとこ移民の街に行ってみようね。あ、オッケー、ありがとう。さあ行っちゃった。ちょっと変わってるかな、ちょっとは。ちょっとは変わってくれてたら嬉しいよね。面白いよね。前なんか全然変わってない。まだ一人の時しか行ってないもんね。さあ、大昔、戦争で神は魔王に敗れたんだ。あ、そうな、神は魔王に敗れたの？伝説では魔王も世界、魔王も世界の闇に封じた後、その力を尽きて消えちまったそうだ。闇に、あ、なるほどね。
わしは子や孫に昔話をするのがちゃんとした意味がある。ご先祖様も関わった大戦の記録を歴史の中に埋もれさせないためなんじゃ。なんか教えてくれんのかな。あ、ここになんか、あれ違う、本棚がない。ちょっと待って、それは、ん、酒場って言ってたっけ、酒場って言ってたっけ、ほいっと酒場、ここは違うな。宿屋が下にあるから宿屋の地下か、地下ではないね。止まろう、ちょっと MP ないし、もしかしたらなんかイベント発生するかもしれん。チャ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 ン。さあ居酒屋じゃねえわ、宿屋が。さあシスター、私の前は前やいつの日はシスターになりたいと思っています。ですが果たしてどこの教会に行っても悩んでいるんです。ああ2人もいるの、ここの町多くね、移民たちの町まで道のりを教えてあげた。まあそんな場所に新しい町があるんですが、2人ゲットだ。これちょっと一回行けってことだな。ちょ、どんだけ増えたのか。あれなんだっけな、なんだこれ、海賊の服を見つけた。なんだ海賊の服って、6だとあれなんだよね、あ、6じゃ、3だと最後の最後になんだっけ、あのオーブが出るんだよね最後まで拡張しないと最後までいけませんよってやつだったもんね。これこそまさしく、ここ こそなんか移民の街っぽくなんか、なんなのこの街。あの横の旅の祠もちょっと、あ、さあ誰だお前、あーイベント始まった。ニコラよ、未だに英雄が、あ、これイベントがあるってことはここ来ること間違いないのか。未だに英雄が目覚めないのはこの世が平和だからじゃねえのか。違う、そうじゃない、マサイキさん神が英雄、英雄を封印して、ね、神が英雄を封印してるのか。あ、そういうことか。魔王に支配されるかもしれない後の世を、あん、これ何、その英雄はいつか出てくんの。神が後の世に生きる僕らのために英雄という希望を残してくださったんだ。ならば本当の平和は英雄を復活させて初めて訪れると思わないのか。俺はそう思わないぜ。何一つ争いのない世界は平和そのものだろ。お前の言葉を信じるやつはこの村には一人もいねえよって。たとえ魔法の絨毯をもらえたって俺は英雄探しなんだ。ごめん、魔法の絨毯で英雄を探せってこと。ほいっと、なんでニコラがご先祖様の昔話にこだわるのかさっぱりわからねえ。今大昔と違って平和その今のセリフって何を皆さん思い出しました。ちょっとドラクエ11のさ、なんだっけ、ニコラ旅に出るのは決してを許そうとしなかった親父さんももう亡くなっちまった。俺ね、多分思う、なんかさ、なんだっけ、ドラクエ11にあったじゃんね、あのなんか勇者が目覚めたから魔王も目覚めるんだみたいな、よからぬことが起こるんだみたいなエピソードあったじゃん。なんかそれにちょっと似てない、なんかなんかね、英雄目覚めちゃまずいんじゃね。うるさいな、もう今英雄の復活させることで頭がいっぱいだってのに。来た、いや、その格好、もしあなた方は冒険者なのか。はい、さあ、お、ほんともらえんのかこれで。おお、やはり皆さん冒険、ん、経験豊富な、ん、冒険者と見込んで一つ頼みがあります。何でしょうか。まずは僕の後についてきてください。さあ何かくれるみたいだぞ。まあ魔法の銃、う、ん、どこ行った、あれどこ行ったん、あれ、ニコラさんもついてくれて言われたのですか。はあ、どうやらまたいつもの病気が始まったみたいね。なんだ、え、あら、どこ行ったどこ行った、あら、あ、いた、もういたんかい、ここ。皆さんこっちです、急いでついてきてください。なんだなんだ、あ、なんかあった、階段があった、階段が、ここか、ここか、いた、あ、あー、石板がある、石板あった、石板、ちょ待った、お、どうや、あっちから行くのか、敵出たりして出ないか、動けにゃい、どこに行くんこれ、あ、なんだ、あ、なんかちょっと待って、ちょ待った、教会、わあ、なんかちょっと今までと違う、見て、わか、見てみよう、ほら、なんかちょっと今までとちょっと違う、これ、ほら、
かっこいいね、かっこいいね。あ、宝箱がある。わざわざ来てもらったのは他でもですね、封印された英雄のことです。皆様、冒険者なら亀に封印された英雄の話から見にしたことがありますね。ほぼ最近だよね。でもね、神は魔王に敗北する直前に自らの手で最強の英雄を封印しました。はい、自分が敗北した後、魔王に抵抗できるのはその英雄ただ一人になるからです。あ、これ違うの。じゃあ勇者じゃないのこの子。青さんって滅びゆく亀によって未来を託されたその英雄は復活の時を待っているはずです。こんな平和な時代に英雄なんて必要ないだろうとそのように言う人もいます。だけど僕は神の兵の子孫としてどうしても英雄を復活させたいんです。大丈夫なのそれ。ねえ光と影みたいなもんなんじゃないの。そこでお願いです、これに乗って英雄を探し出し、そして復活させてください。この魔法の絨毯があればどんなところだって。おー来た。どうか魔法の絨毯を役立てて封印された英雄を探し、まあ、復活させてください。まあ行きましょう。差し上げます。おやめくださいまし。ニコラス誰だ。あ、さっきのメイドだ。ご先祖様の大切な遺産をどうしてたやすく他人に譲ってしまわれるのですか。ケチくさい。ん？ん？口出さないでくれ。彼は勇敢な冒険者だ。きっと英雄を復活させてくれる。いけません。ニコーラさんはどうせまた同じ結果になるのは目に見えています。なんだ親父結果って。お前は黙っててくれ。僕は彼らにかけてみたい。皆さん、これ、ん？これが魔法の銃弾です。どうか受け取ってください。お、来た！よし。何があった？いや、あ、上の宝箱が気になって仕方ねえわ、俺。必ず役立ててください。メイドちゃんも行っちゃうの。行っちゃった。行っちゃったはいいんだけど、さあ魔法の絨毯ゲットだぜ。この世界で魔法の絨毯使ってまで行くとこあったっけ。そう、おっと、小さなメダルいいいい、ほんと人んと人んちの宝物庫みたいなさ命の石を手に。命の石ってなんだ。代わりに死んでくれるってやつが空っぽでした。たる人んちの宝物庫開けまくってるんだが。先生見つけた。でもって宝箱。いや、なんか嫌な予感がするないよね。セキュリティのためにミミックさんが人食い箱が空っぽだった。空っぽ空っぽで、ね、OK。 なんだほいホイミスタイルの心って何。あ、チャラチャンチャンって。お、待った待った、今音鳴った。モンスターの気持ちになる悟りのオーラ。これあれかな、転職悟りの書ってあったよね。ね、賢者の悟りとかなかったっけ。あったよね。悟りだよね。悟りだ。賢者の悟りじゃないよ、あれなんだっけ、ドラゴンの悟りだったっけ。これなんだ、落ちた道具、袋、絨毯。どこいった絨毯。魔法の絨毯使う。ここでは広げられない。ここももしかして魔法の絨毯使えんの。飛ぶことはできなかった。どういうこと。あ、こっち行けない。あれなんで飛ぶことはで、これなんか絶対ここで絨毯で行くんだよね、間違いないよね。あれなんで。キームカツカの私たち騙されたのよ、ニコラにコケにされたのよって。こんな絨毯なんか道芸に売っちゃいなさいよ。そうすれば少しはお金の足しになるでしょ。ほんと、あ、怒る。あ、騙された。いや、なんか騙してるっぽいような感じの。いや、わからんな。え、なんなのこれ。ちょっと待って、お前飛べないぞ。どうですか皆さん、魔法の10年乗って空飛ぶ。いや、いいえ、これを持っていても無駄ですね。魔法の絨毯返してもらいますよ。あ、魔法の絨毯を取り上げた。偽物を渡して皆さんを騙そうとしたわけじゃありません。あなた方これに乗って止めなかったとしても、断じてこの絨毯本物なんだ。どういうこと。あれが、うん、疑わしいのはいくら鈍いニコラス、うん、様でももうお気づきのはず。うん、あれが、あの絨毯がってこと。父上の、父上、私なのにあのような命令を。何ですか、なんか
なんかあんのか。でもさ、ドラケー6もそうだけどさ、なんかさ、なんか、なんとかコンテス、ん？まだなんかある。どうかニコラ様悪く思わないで。あの方騙そうとしてあの魔法の絨毯を私に、渡したわけではないのです。絨毯を渡されたほとんどの冒険者ニコラ様嘘つきと罵りました。もういい加減にニコラ様も英雄のことなど諦めてくれればいいのに。またいつものように宝物庫でうじうじ悩んでいるのかしら。私が言っても怒るだけだし。そうだ、皆さんニコラ様の様子を見てきて私にお伝えてくれませんか。何のことこれ。もう俺喉がちょっともう喋りすぎでちょっと喉もうやられてるわ。もう喉ちょっと今回限界だ私。あ、開いた。そう、石板、石板もあれなのかな。どうやって飛んだろう。なんだ、どういうことなの。いや、だからその6もさ、なんか布だけは別だったじゃん。なんかなんとかコンテスト、いや、あった。どういうこと、どうしてなんだろう。なんでみんな絨毯を偽物、なんか魔法がかかってないって感じ。なんかさ、6もそうだったじゃん。なんかコンテストで手に入れて、その後になんだっけ、バーバラのとこだったっけ。でなんかこう縫ってもらったんだよね。で魔法がかかったみたいなもんだよね。だからね、かといって僕がこれに乗って栄養探しに行くわけにはいかないし。いや、もうお父さんはいない。もう僕を引き留める者はここにはいないんだ。死んだ父さんと交わした約束を破ることはできない。なんだろ、村を離れる中、破れないと分かっていて約束されるなんてずるいよ。どういうことなの。もうあなたたちはこの僕に何の用もないはずでしょ。一つだけ言っておきますが、騙そうなんて気持ちはこれっぽちもなかった。多分あなた方が魔法の絨毯に選ば、まあ、まあそういうことか、選ばれなかったって。これ何なのここ。一つだけ言ってみください、騙そうなんて。あ、もう今読んだやつか。ってことはまたあのメイドちゃん、またなんかメイドちゃんなんか言ってたよね。これ何なのこの物語ここ。素直にください。素直にまた、あ、オッケー。そうですか、ニコラ様ったらお父上と交わされた靴をまだ気にしていたのでのね。知らせてくれてありがとう。今までニコラ様の元を訪れた旅人とは違って皆さんお優しいのね。そんな皆さんになら真実をお話ししてもいいでしょう。何があったんだ。実はニコラさんが持っている魔法の絨毯は偽物で、本物は私が隠したのって。あ、ニコラ様のお父上に命じられて本物と偽物をすりかけたのですが、良かれと思ってやったことがかえってニコラ様を苦しめる結果になってしまった。ですからこの際真実を果たしてニコラ様に英雄探しを諦めてもらおうと思うんです。だけど魔法の絨毯が手元にあってはニコラ様も決心がつかないでしょう。そこで皆さん、本物の魔法の絨毯をお譲りしたいと思います。ただし人魚の月、やきたー、なんか言ってる。ただし人魚の月という宝を持ってこられたらの話。なじか、子供の頃ニコラ様と本で読んでいたんです。海の底に沈んだ都市があると。海に沈んだその都市には人魚の、今回テキスト多いから葵さん喉がもう壊れちゃう。私もう限界だわ。そろそろ人魚の月と呼ばれる宝石があったそうなんです。皆さんが人魚の月を手にするほどの救われた冒険者であると、優れた冒険者であると分かれば、その時は私が隠した本物の魔法の絨毯をお許ししましょう。ってことはメイドに道具を見せますか。メイドに道具、はい。え、持ってないよね。ないよね、持ってないよね。え、いつの間にか取ってるとかそういうこと。ホイミスライム、これ違うな。ないよね、ないです、ないよね。これを人魚の月っていうのを持ってないもんね。取ってこいってこと？取ってこいでいいのかな？待って、ここ、待った、あ、ここ井戸もあるね。ちょっと待った。さあ、ということで、結構ちょっと時間がかかっちゃったのですが、ちょっと最後にちょっと、どこだったっけ？フィッシュベル行って。ちょっとだけ、最後に。不思議な力で消されたって言ったんだけど。何ここ、な、そんな神聖な村なのここ。ちょ待ってね、ルーラ、ちょ待って、ちょっと移民のところの街だけ見て終わろう。どんだけでかくなったか、何が変わったのか。さあ、なんかよくわからんね今回。石板で次のところにもう多分行けるとは思うんだよね。道具、袋、基板なのが3つ、黄ばんだ石板が3つあるだけだよね今んとこね。だから黄ばんだ石板、うーん、わからん。ここら辺でどうなのかがちょっとわかんねえな。
さあ、でかくなってん。あ、なん、おー、皆さんお待ちしておりましたぞ。もう少し見ないうちにこの街も様子は変わ、本当だ、変わってる。移民してき、ん?してきた人たちの頑張りで、ん?着実に村は、村らしくなってきよったわい。だからそろそろ村に名前を付けようかと思うんじゃ。それでわしは世も考えずにナイス名前を考えた。では発表するぞ。何ですか?アオサンバーグ。いいですよ。いいんじゃないでしょうか。つけてください。いくつか考えたかわしもアオサンバーグが一番気に入っておった。では今からこの町の名前をアオサンバーグに大決定じゃ。それと一つ。今後わしに用があるときはこの町の近くにある小屋を訪ねてきて、この町の、あ、これあったね。なんだっけ、ドラクエ4にもあったよね。力仕事となると年が年なだけに体に応えるんじゃよって。だからこれからは町の世話役として仕事に専念しようと思っとる。皆さんは引き続き町の人に、集める役を続けてくだされ。では皆さん、アオサンバーグ、これあったよね。なんか一緒にいるとなんかよくないからみたいな感じ。ドラクエ4での時もそうだったよね。あ、どっか行っちゃった。どっか、あー、ほんとだ、一緒だ。さあ、ということで、ちょっとね、いろんなことが出てきました。まあ、無事にね、リベンジ戦はできたんですが、魔法の絨毯が取れない月、え?人魚の月か。で、今んとこどこ行ったらいいか分かんないんだよね。次のとこ行ったらいいのかな?ちょっと一回占い師のおばあちゃんのとこ次行ってみようかなと思います。ということで、今回は無事リベンジ成功ということで、お疲れ様でした。よろしければチャンネル登録、そして高評価の方もお願いしますね。それでは皆さん、バイバイ!